三井市場は岡山県備前市三井市に存在した日本の城。岡山県の史跡に指定されている。三井市市街地の北側にある標高291メートルの天王山山頂に位置する中世の連閣式山城である。最上部に本丸、一段下に二の丸、さらに一段下に三の丸がある。三の丸橋には石垣が認められる。 三の丸北の一段低い部分にババグルワがある。ババグルワの北に大手門があり、石垣が残存している。本丸北には堀切があり、堀切を隔てて、出丸のうぐいす丸がある。太平記によれば、鎌倉時代終末期の1333年に、三井保持島の伊藤山と二郎が、南朝方に火星し、館の背後にある。 天皇山に城を築いたことに始まると伝えられている。山と二郎は、西国から六原救援に向かう北朝方に、対抗した。南北朝時代の1336年には、九州へ敗走する、足利高氏が、家臣の石橋和義に守備を命じ、新田義貞の追撃軍を足止めした。赤松のリが、備前守護となると、 浦上宗隆が守護大となり1365年三井市場に入場した。以後、室町時代から戦国時代にかけて大ね浦上市の居城となった。1441年、各喫の乱が起こる。赤松市当主の赤松光介は、室町幕府六大将軍、足利義則を暗殺し、山名持豊を主力とする幕府軍に居城を攻撃され自害した。 これにより備前は山梨の配下となった。1467年王人の乱に乗じて、三つ助の甥い、赤松正則が備前守護となりしかの守護復帰に尽力した、浦上の宗ねも守護代に復帰した。正則の死後、則宗ねは養子氏の赤松吉村に家督を相続させ、赤松氏の中で牽制を振るうようになり、次第に赤松や中で対立を深めていった。 のりむねの二代後の当主、村むねの第二なりしかとの対立が決定的となる。1519年村衆は三井市場に牢上し、赤松義村は三井市場を包囲した。しかし浦上方は包囲軍を敗走させた。1521年には吉村を幽閉し殺害した。こうして浦上市は戦国大名となった。村むねの着 政宗が、本城の室山城主、次男の宗影が、三井市城主となった。宗影は、兄との不和から1554年ハリ国境より、離れた、天神山城を築いて移り、三井市城は放棄された。ありがとうございます。